ザーゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気、2番オグリキャップ、ミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。2馬身3馬身開いて成田ブライアン、少し離れてグラフバンド、2番オグリキャップ、上がっていきます。ミホノブルボン落ち着かない様子。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。続いてセイウンスカイ、その後グラフバンダー、そしてその後方には成田ブライアン、そして2番オグリキャップ。大欅を越え4コーナーへ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。気持ちよく逃げている。ミホノブルボン、2番オグリキャップ、まだ抑えたままだ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナー、先陣を切ったのはミホノブルボン。栄光まで400。2番オグリキャップ行きました。まくって上がってくる、突っ込んでくる。2番オグリキャップ残り200。2番オグリキャップ、角の足で上がってきた。2番オグリキャップ、ここで抜け出した。2番オグリキャップ、差し切ってゴール。勝ったのは2番オグリキャップ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着3番オグリキャップ、3着ミホノブルボン。